音が出ないので安心しておうちトレーニングしてください。セルフアジャストしていきましょう。股関節から動くため鼠径部に刺激を入れましょう。膝がつま先より前に出ないように注意します。肩の高さまで上げましょう。体が前に倒れないように注意します。顎を引いて胸を張る。座っていくようにお尻を後ろに出します。姿勢を正してきれいになりましょう。3から5秒止めましょう。代謝を上げて脂肪燃焼していきましょう。いいねとチャンネル登録お願いします。